今日の朝は比較的気温も上がってですね。朝といってももう10時半か。暖かい日になっています。ジャン君はよく分かっていないかもしれませんが、もうすぐクリスマス。クリスマス仕様の窓辺になっているのですが、どうですか、ジャン君。ちょっと寝るのに邪魔かな？ いい感じでしょ？あ、そうか。ジャン君用の帽子を。はい、ジャン君、いつものやつね。とてもかっこいいです。ポンちゃん作家です。はい、かわいすぎる人たち。メリークリスマスな2人です。あ、離れる？ポンちゃん離れるか？写真も撮って。開けていいっすよ。はい、伸びしてないで開けてんよ。もうぞって言われると嫌なのかな。気にされてないと開けて出るよ。気にしてほしくて泣いてるけどね。気にしてると開けないよね。でも気にして欲しくて泣くよね。ぽんちゃん、ちょっと矛盾してませんか？ぽんちゃんさん。ぽんちゃん。ぽにゃちゃん。
くしないよ、ぽんちゃん。気にしてないよ。今日はぽんちゃんが扉を開けるところが撮りたいんですよ。そういう意図があると開けないんですね。ビー玉みたいに綺麗な目になってるね。ぽんちゃん。なんかぽんちゃんの首はさ、ちょっと緩んでるね。お鼻の下あたり。うん。うん。どうしました。なんで夜になるとすごく泣くの、ぽんちゃん。ポンちゃん、どこ行くの、ポンちゃん。ポニャポニャちゃん、はいはい、ポニャちゃん